こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。今回進水式を迎えた潜水艦太平波、基準排水量3000トンと大台に、乗ってきた感じがする。大きくなった艦隊の名前も、大クジラとクジラを、象徴する名前となっている。今度ハゲ、鋳型潜水艦となるのだろうか？乗務員の数も、そう、流型潜水艦とは違い、70名となっている。海上自衛隊は、やはり、気になるのが人員不足。日本の悩ましき問題へと直面する。機関は、やはり、ディーゼル電気推進となっている。もちろん電気の部分は、リチウムイオン電池が搭載されている。性能はアップ向上されて、搭載機になるのは、リチウムイオン電池の容量は大きくなったのか？気になるところだ。では、もう少し、太平波、潜水艦を詳しく見ていきますね。急いで。書いているので、少し荒削りなところはすいません。最新型潜水艦、太平波潜水艦は、全長84メートル、幅 9.1 メートル、たまり 10.4 メートルとなる。排水量は3000トンとなり、すべてにおいて。そう、流型潜水艦よりも一回り大きくなっている。排水量は50トンほど多いが、この50トンでも相当増えていると考えていい。出力は6000馬力ととてつもなくすごい。馬が6000頭必要になるな。建造費は約800億円と金額も高くなっている。そうそう、大事な部分はリチウムイオン電池を搭載しているところだ。今回で3番艦目となるリチウムイオン電池の採用、初めての搭載艦。欧流潜水艦は収益している中、問題は起きていない状況。今後、任務でその威力を発揮してくれるだろう。太平波潜水艦の名前の由来は、大クジラと書くようだが、クジラの部分を見ると、クジラが今回の形跡となるのだろうか？太平波型潜水艦と呼ばれる日が来ているのか、来ていないのか、今後わかるだろう。規定で潜水艦の名称は海ゾウ、水中動物の名前、水サチ動物の名前から選定されることになる。防衛大臣が決定とされるが、いつの防衛大臣かはわからない。そう、流型潜水艦に慣れているので、ちょっと太平波型潜水艦はまだ慣れない。三菱重工業神戸造船所で覇王流潜水艦を建造しており、リチウムイオン電池搭載潜水艦は2つ目となる。これだけ潜水艦を作り続けることができるのは、日本やその他企業の努力の賜物、日本の技術が結束してできている。通常動力型潜水艦では世界でもトップだろう。これはやはり GSU 朝開発のリチウムイオン電池が性能耐久性に優れているからと言える。オールジャパンの集合体になる。それだけ。リチウムイオン電池は
危険な電池とされてきたが、安全性を確保しつつ、性能アップにつなげるところも非凡らしい。懐かしい響きとなるスターリングエンジンだが、今でも双流型。潜水艦では搭載され使われている。水槽流型潜水艦の10番艦まで。このスターリングエンジンは使用され、今でも現役で。活躍しているのは理解できるだろう。静粛性をモットーに性能を上げてきた結界までは、リチウムイオン電池にとって変わってしまった。建造費は約800億円となり、今までの最高となる。余談だが、4番艦までの建造で約700億であと3つの。潜水艦を建造計画しているが、なんと5番艦まで建造計画が出てしまった。21年度概算要求での内容がそれを示している。楽しみが増えていいが、日本にとって潜水艦は必要な装備品。護衛艦出雲が回収完了とんると、打撃群に潜水艦が一隻参加することになるだろう。そこまで考えて、建造計画を打ち出さないといけない。中長期的にね。この大芸潜水艦は、22年3月に海上自衛隊に引き渡されることになる。浸水後機器の整備と航海試験を行う予定だ。気になるところは、配備先だが、五か横須賀かどちらだろう。ここまで建造技術が上がってきた、潜水艦技術を輸出しようとしたが、やはり、豪州に選ばれなかったことに感謝したい。今では対中政策へと、変化しており、今なら、日本の潜水艦が選ばれていただろう。通常動力型潜水艦では、世界でもトップとなる。またも豪州国内では、潜水艦の話で悔やむことになる。この大芸潜水艦は、隠密性を高めるために高性能シュノーケル、吸排気装置を実装している。日本発吸排気まで気をつけて設計されている。このすべてを組み合わせることによって、静粛性は生まれてくる。ソーナー装置を見ていくと、最先端の技術を採用し、光ファイバー技術を用いている。光ファイバーを使うことによって、今までより探知能力を上げることに成功している。最新の18式魚雷を装備まで盛り込まれ作り込まれている89式魚雷の後継となっている。乗務員が70名と増えているのはちょっと気になる。東流潜水艦は65名だから5名ほど増えている感覚だ。潜水艦22隻体制ももう少しでその数まで到達する。そう、流型潜水艦が来年3月の東流潜水艦引き渡し式で12隻、親潮型潜水艦は9隻となり、大芸型潜水艦は1隻となる22隻体制だ。だが、今後大芸型潜水艦はまだ建造される計画があるため、その数は増えていくことになる。親潮型潜水艦が退役していくのか、
それとも数をどんどん増やしていくのかは未定だ。黒潮潜水艦でも南シナ海まで中国にバレずに潜航することができると証明している。その旧型でさえ見つけることができなかった中国軍が今後どれだけその探知能力を上げてくるのか心配な部分もあるが、海底の中ではその性能を潜んでじっと待っている。その時が来るまでは